はい、どうもゆたです。っていうのは冗談で、今日はゆた不在なんですが、今日はあのいつも YouTube にたまに出てきてる、川本さんと、もともと青い VAB のレッサー、私カン君という名前でやらせてもらってますけども、今日は GRB、 川本さんが GRB を買われたということでですね、はい、愛車紹介をしていきたいと思います。そう、川本です、よろしくお願いいたします。早速、まあ、前回ぐらいの動画であの青のね VAB があの手に召されましたけれども、まあ、その後にですね、ちょっとまあひょんなとこからこの GRB を手に入れることができまして、まあ、それでちょっとサーキットに走りに来ております。ちょっと仕様紹介をしてまいりましょう。これ2007年式の、まあ、初期型の GRB になってまして、じゃあまずはホイールからいきましょうか。ホイールはこれは T さんなの SL、 元ユタさんから譲り受けてる、ユタさんから譲り受けた、ホイールですね。サイズが 10J の、40、インセットも40いいですね、の、ホイールに 71RS がついてます。265ですね。でブレーキがエンドレスが入ってまして、元からもう入ってました。でローターだけ最近新品に変えて、パッドは MX72 ですかね、色的に感じだと思います。でリアはですね、そのまま純正のキャリパーで、MX72 が多分ついてましたね、色が。今ちょっとサーキットで外しちゃったんですけれども、リアはですね、アンプが、でっかいアンプが、アンプじゃない、これで、大きいね、ウーハーがドーンと乗ってたんで、今外してますけれども、すごくサウンドの音も良くて、これは純正の、純正になってますね。純正になってます。まあ、車内はこんな感じですね。で、フロントシートの下にアンプが入ってました。この下にね。アンプが入ってまして。純正のレカロオプションのパケットですね。そうですね。ね、はい。結構意外とホールド感があって。ホールド感あって。まあサーキット行っても、まあそれなりにはあるかなという感じですね。はい。という感じですね。ヘッドライトちょっと黄ばんでないですね。黄ばんでないですね。ないですね。大丈夫ですね。なんかウインカーがね、ちょっとスローになってまして、どうですか、見えますかね。この遅い、遅いんですよ。遅いっすね。スローイカになってるんで、はい。なんか意味があるんですかね、一体。ですね。スローインカー。スローインカーですね、本当に。はい。で、クラッチが多分クスコのシングルクラッチなんですけれども、すごくなんかジャダーが強くて、ガタガタ言ってるんで、すごく運転しづらい仕様になってますね。で、エンジンを見ましょう。あ、運転席見ますか。運転席先に。ステアリングがあって、ブースト系とイオン系が、ついてると。ちょっとつけてみましょうか。はい。OK です。OK ですね。こっち壊れてるからこれはカットしましょうか。カットしましょうか。カットしすぎましょうかね。すごい UO に見えちゃう。続いてエンジン、ね。エンジンルーム。エンジンまあ結構やっぱ古いですよね。だいぶ。はい。エンジンの中は、まあ見えるところは STI のタワーバーがある。そうですね。透明の、これは、なんだこれ。なんていうんですかね。吸気のこのパイプ。はい、でエアクリーナーも変わってますね。ですね、その辺は変わってる感じですね、はい、そうで、実はこれ排気量がですね、HKS の 2.2 リッターキットが使われていて、あとはまあ普通にエンジンオーバーホールした時に、まあ、透明のパーツですとかカムとかそういったものが入っているらしいらしいですね、はい、まあ、そこは間違いないということで、そうですね。でそのエンジンはなんと近藤エンジニアリングさんで組んでるそうなの。なるほど、なるほど。はい。組んで大体4万キロぐらい経ってますね。なるほど、なるほど。はい。で、すごくでも快調で、吹き上がりも良くて。パワーはすごいですね。パワーもあるし。今、さ、乗らせてもらったんですけど、結構パワーがやっぱありますね。ありますね。結構あります。やっぱ 2.2 リッターだけあって。ゆたさんもなんかカーボンのフロントリップですとか、
購入されて使ってるそうなんで、ね、うん、そうですね、そこなんか大阪ってことなんで、やっぱ東京からだと行きづらいんですけれどもね、すごいいいパーツも扱ってるらしい。そうですね、扱ってるということでね、はい、はい、あとはあとはですね、足がですね、これオーリンズの DFV っていうんですか、ね、ですかね、シリーズ的に、はい、オーリンズのサスペンションが入ってまして、バネは11キロ、フロント11のリア8の、比較的ね、柔らかめなんですよ。見えますか？ちょっと車高が低いからあれですが、はい、見えますね、はっきりと。はい。オーリンズっていうだけで、なんかちょっと、かっこいいですね。上がっちゃいますよね。ね、うん、でも結構乗り心地がいい。乗り心地いいですね。いいですね、やっぱり。その分若干ちょっとロールしそうですね。サーキットを攻める人には、ちょっと、このセッティングだとちょっと柔らかいかなっていう感じありますけど、はい、街乗りにはやっぱ、めちゃくちゃいいですよね。いいですね。はい。こんな感じで。はい。もともと松本ナンバーだったんですけれども、もう、ま、ナンバーもちゃんと。川崎になりました。で、マフラーが、これは、グリッツのニュルスペックってやつですか？ニュルスペックって書いてありますね。音静かですごく。エンジンかけてみますか？お願いします。かなり静かですね。はい、動いてるじゃないですか。もしかしたらあるかも。あ、そうですね。ちょっと溶かして軽く、これ動画だと結構音伝わってる感じはするんですけど、結構いい音ですよね、はい、ただ音量的にはだいぶ静かっすね。静かですね、サーキットで走ってるともう一番、そのクラスで一番ちょっと音がちっちゃいんじゃないかぐらいの。そうですね、もうテスラぐらいですよね、はい、そんな、そんなちっちゃくはないですか、はい、で、触媒はなんかノーマルらしくて、まあ、ノーマルをちょっとなんかいじってるとか、なんかで、原車セッティングは新井モータースポーツさんでやってまして、ですね、あの、何でしたっけ、ハンド、はい、S と S シャープで、ああ、はい、はい、SI ドライブ、そうですね、それで制御が変わる仕組みになってます。これがですね、パニキ先生からいただいた、私の元ね、 VAB の愛車、愛車の、愛車のシャツなんですけれども、はい、この走行のヒート中に燃えました、この5分ぐらい、はい、その 5分、燃える5分前の写真をパーカーに、あの、ね、はい、方がですね、パーカーにしてくれたと、パーカーにしていただいたんで、はい、こちらもちょっとしっかり形見ということで、大切にしていただきたいなと思います。以上、これ GRB の愛車紹介でした。まあ、あの、こちらも貴重な車なんで、末永く乗っていただきたいなと、あの、我々は思っておりますね。14年前の車ですか？そうですね。でもすごく、ね、乗りやすくて、乗りやすいですよね、うん、で、やっぱあの、この GR-GV のこのリアフェンダーとフロントフェンダーのこのやっぱあの、ワイド感っていうのは私すごい好きで、はいはいはい、逆に VA とかよりもこの世代の方がよりノーマルモデルよりワイドになってて、すごいかっこいいなって思いますね。もう14年前の車ってあんまり感じはしないですよね。ですね、はい、非常にかっこいいです。さっきともね、楽しく、そうですね、走れて、あとであのちょっと私と乗り比べをさせていただく、はい、ということで、そうなんです、はい、このね、 TC1000 であのタイムアタックのね、あの比較といいますか、はい、あのドライバー交代で乗りますんで、カーモトバトル開催してますのでね、どちらが勝つか予想していただいて、あと予想が当たった方にはまあ、何もないんですけども、うん、はい、はい、コメントしていただければなと思いますので、はい、どうぞよろしく、あの他の動画ももう一つの動画も見ていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、以上です、ありがとうございました。